Thank you.
ちは、パンフルート奏者の大塚進です。ただいま演奏しました曲はですね、大変古い曲なんですけども、ティエルマン・スサト、スサトという人が作りましたですね、パヴァーノという古めかしい曲なんですが、スサトという人はですね、ルネサンス時代の人でですね、生まれた年はわからないんですけども、亡くなった年がね、1560年でしょうかね、大変古いルネサンス時代のこの曲なんです。で、ここのところですね、レッツプレイパンフルート進む大塚ということでですね、順番に、クリスマスの曲とかですね、日本の曲とかいろいろアップしておりまして、今日はちょっとね、雰囲気、趣向を変えましてね、ゆったりした気楽的な曲をですね、一緒に練習してみようと思ってやってみたわけです。で、この曲はですね、この曲集に入っております。で、この曲集は何かと言いますとね、リコーダーとギターのための重奏曲集、リコーダーとギターのための重奏曲集中級ですね。で、全音楽譜から出されてるんですけども、小井沼先生と、伊藤健二先生ギターですね、による編曲ですね、いろんな曲が入っておりまして、とてもチャーミングなですね、可愛らしい曲もいっぱい入っておりますので、パンフルートでよく我々生徒さんたちとして合奏したりするとてもいい曲が入っておりますので、ぜひね、皆さんにもやってほしいと思って今日紹介しました。で、もし、この曲をやりたい方はですね、メロディーはなんとか耳コピでもできると思いますし、各パート頑張れば耳コピでできると思いますけども、一応楽譜が欲しいという方はですね、今回ちょっとPDF で送るわけいきませんので、なんとかね、この楽譜をお買い求めください。あるいは、耳コピでね、やってください。で、また例によりましてね、最初に少し曲の、少し説明をさせていただきまして、で、その後ですね、またマイナスワンの各パートマイナスワンのカラオケ伴奏をねつけておきますので、ぜひ練習していただければと思います。で、お気になった通りね、もともとはこの中音域で吹いてるんですけども、この楽器の練習としてね、低い方のオクターブで吹いたり、あるいは高い方のオクターブで上がったりとかしましたので、これは生徒さん、皆さん生徒さんもそうなんですけど、皆さんのできるところでね、チャレンジしていただければと思います。中音を吹いたり、点を吹いたり、ね、高音を吹いたり、あるいは、全部中音域でも結構ですのでね、それぞれの音域でできるところで練習していただければいいと思います。ではちょっとね、内容的なことなんですけど、このパヴァーノという曲は、形式はスペインのね、古いゆったりした舞曲だと思うんですよね。だから非常に早朝な堂々とした曲が多いんじゃないかなって、とても綺麗な曲が多いと思うんですけどね、そんなイメージを、昔のイメージを持ちながらね、やっていただければいいと思います。で、ついつい何も考えないとね、ついつい4拍子取っちゃうとね、最初4拍子取ってしまうと、ちょっとつまんなくなってしまうんですけどね、こんな感じで取っちゃうと、ちょっと違ってしまいます。最初音を取るときはね、このように取っちゃうこともあると思うんですけど、だんだん慣れてきてできるようになりましたらね、大きな2拍子を感じながら、大きな2拍子の拍を感じながらやるとね、感じが出ると思うんですよね。こんな感覚を持ちながら吹くとね、感じが出てくると思います。それから続きましてね、引き続きちょっと一通り吹いてみたいと思います。で、ちょっとだけね、注意事項というか説明を加えたいと思います。
目は、下のオクターブに移りましたので、まあ、低い方でやっていただいて、で今度ですね、3コーラス目はですね、2オクターブ上げたんですけども、ちょっと飛ぶんですよね。ちょっとやってみますね。外すかもしれませんけど。ここで。で、終わってね、上の白と。ここかな。綺麗にやりたいんですけども、まあ、何回も言ってるんですけどね、大体、まあ、普通はね、こうやって1回終わってからこうやって見ちゃってやるのが一般的ですし、まあ、それで構わないんですけども、もちろんこの曲はそれだけ間がありますからね、できるんですけども、まあ、間がない曲もあるわけでして、見る暇なく飛ばなきゃいけない場合もあるわけなので、普段からですね、その飛ぶ練習はしとくといいわけですよね。だからもうもちろんこれは外すこと多いですし、でも練習、常に日頃練習しておきますとね、だんだんと命中精度が上がってくるんで、ちょっとやってみますね。で、移動の仕方としては、ここから、その背骨を使ってね、回転運動をすると、正確にいくようになります。これですね。これですね。こうやって、ここから、ここからですね。これですね。で、わかりますね。例えば、頭だけで、これだけは、これだけの距離で飛ぶのはね、相当多分無理ですね。無理だと思います。だから、腕だけになる場合の、まあ、できないことないんだけども、ちょっとこの楽器はカーブしてるわけですね。そうすると、腕で平行移動になってしまうとね、カーブとね、平行っていうのは形が違うんでね、どうしてもね、デコボコするわけですよ。だからスムーズにいかない。そのために、背骨の回転を使うと、ここからね、これ回転ですね。背骨からその回転させるだけですからね、何回でも好きなだけ練習できますから、まあ、このような練習にできるわけですね。ということで、こういった跳躍、大きな跳躍の場合はね、そのポジション移動、背骨からのポジション移動を使って、スッと移動すると早く正確にできますよということをね、今、実例で示しておきましたので、ぜひ参考にしてください。ということで、この曲はとても綺麗な曲なのでね、ぜひ、こっちか、ぜひ、マスターしていただいてね、練習していただいて、いつも言ってることなんですけど、我々は時々月1回くらいね、パッと集まってみんなで合奏したりするんですけども、その時ね、皆さんもおいでいただきましてね、仲間に加わっていただいて、さっとこういう曲がね、一緒にアンサンブルできると、楽しいなと思いますので、ぜひね、やってみてください。で、お友達にもね、お知らせください。で、YouTube の方に上げてるんですけど、YouTube のチャンネルをね、ぜひ皆さん登録していただくと、自動的に連絡がいくと思いますし、ただ他の方にもね、パンフルート吹かれてる他の仲間の方とかね、伝えいただき、一緒に練習してくださったりすると、私としては嬉しいなと思いますので、ね、まあ、今後ともよろしくお願いします。ということで、じゃあこの後、マイナスワンの伴奏をつけておきますので、ぜひ練習に使ってください。では、今日もありがとうございました。頑張ってください。さようなら。Thank you.
ー。